はい、どうもみなさん、こちら、エズイコです。それでは今回なんですけども、ローソン、アップルペイ決済でポンタ 10% 還元、実際の決済方法や設定方法も解説ということで、今回はポンタとローソンについてですね、この動画では、ローソンでアップルペイ決済をしたらちょっとお得なキャンペーンについて簡単にお伝えします。あとですね、動画の最後のおまけで、昨日の D 払いについて少し進展がありましたので、それも含めてぜひ最後まで楽しんでいただければなと思います。それでは、行ってみましょう。ということで今回お伝えするキャンペーンはこちらですね。エントリーしてローソンで iPhone 等をタッチして Apple Pay で決済すると漏れなくポンタポイントプラス 10% 還元というキャンペーンですね。で、このキャンペーンがちょっと発表された時にふととあるキャンペーンを思い出しまして、それがこちら au Pay のたぬきの大恩返しキャンペーンですね。こちらは au Pay で決済したら最大 20% 還元ということなんですけども、まあ結構似てる期間の間に同時開催にちょっと近い状態で開催されます。で、改めてこちらのキャンペーン見ていただきたいと思うんですけども、キャンペーンの期間は2021年の2月の23日火曜日本日から3月の19日金曜日までのキャンペーンとなってます。先ほどの au Pay の 20% 還元キャンペーンより3日間ぐらい早く終わる感じですね。で、詳細に入っていこうと思うんですけども、まずこのキャンペーン先ほどお伝えしたように期間が2月23日から3月19日まで。で、あとこのキャンペーンですね、ポンタのキャンペーンなんですけども、エントリーが必須となってますんで、キャンペーンページから先にエントリーを行ってください。で、キャンペーンに参加するためには必ず Apple Pay での決済っていうのが条件となります。まあ、これちょっと後ほどですね、解説をします。で、今回特典内容としまして、Apple Pay決済総額税込み 10% 分のポンタポイントが付与されるということですので、今回このキャンペーンいいなと思ったのは総額っていうところですね。何百円ごとに何ポイントとかそういったわけではなくて、とにかく総額税込み 10% 分のポンタポイントということですので、まあ au Pay みたいに細かい計算は特に必要ないのかなというふうに思います。まあけど時間帯によってはローソンもねポイントの還元率が変わってくるので、そこだけちょっと注意点かなと思います。で、次に対象店舗なんですけども、ローソンとナチュラルローソンとなります。なのでローソンストア100は対象外となりますので気をつけてください。で、あと付与される日程なんですけども、2021年の5月中旬ということになってますんで、結構これ先の方かなと思うんで、まあ忘れた頃に付与されるかなという感じですね。で、先ほどお伝えしたこのキャンペーンの条件でもある Apple Pay 決済っていうのが条件となるんですが、まあ実際にこの Apple Pay っていうのが、まあ、どういったものなのか、で、Apple Pay で決済するメリットっていうのをお伝えします。まあここにも出ているようにポンタカードを Apple ウォレットで利用する3つのメリットということなんですが、まずメリット1、全国のローソンでポイントと Apple Pay 決済を1回タッチで同時に完了ということで、これまあどんな風になるのかと言いますと、まあレジでポイントカードありますかって言われるときに Apple Pay でっていう風にお伝えしたら、まあレジでねいつもスイカとかかざす端末があると思うんですけども、そこにタッチするとなんとですね、ポイントの読み込みも行って、なおかつ支払いも同時に完了することができるっていうね、まあここにも出てる通り非接触で安全ですということなんですけども、ここがやっぱり一番魅力的なんですよね。ポイントも支払いも同時に完了できるっていうところなんですよ。僕もこのチャンネルを発信するときにこの Apple Pay での決済って全然知らなかったんですけども、いろいろ視聴様から教えていただきまして、この Apple Pay での決済でポイントカードの読み込みと支払いも同時にできるというところがかなりのメリットなんですよね。で、次メリット2、アプリの起動もバーコードスキャンも不要ということで、財布からカードを出したりとかアプリの起動やバーコードスキャンも不要、 Apple Wallet アプリでのポンタカード選択の必要もありませんということで、とにかく先ほど出てたような、まあスイカとかで決済されてる方がいらっしゃったら、まあこの画面だけを見せればいいっていう感じなんですよね。で、メリット3、 Apple Pay の全てのカードと連携が可能ということで、Apple Pay の全てのクレジットカード、デビットカード、プリペイドカード、決済は ID またはクイックペイ、スイカ、パスモと連携してご利用いただけます。連携のための特別な設定も不要ですということですので、まあ普段から ID、クイックペイ、スイカ、パスモ、まあこれはモバイルスイカとモバイルパスモのことを示してると思うんですが、まあこれらを使われている方であれば、今回のキャンペーンは使うメリットとしてはかなりあるのかなというふうに思います。で、実際にですね、iPhone を利用して、ポンタカードの公式アプリまたはポンタウェブで Apple Wallet に追加ボタンをタップしてくださいということで、まあここにも出てる QR コードですね、ポンタカードのアプリもしくはポンタウェブから追加すると、そうするとですね、 Apple Wallet に追加という項目が出てくるんで、これをタップしてどんどん画面を進んでいっていただくと、ご覧のような画面が設定されます。まあここまでできればあとはめちゃくちゃ簡単なんですよね。ちなみにここにも出てる通り、要エントリーローソンで 10% ポイント還元中 Apple Pay でっていう風に出てますね、バッチリ。
で、気になる実際にですね、どんな風に支払えばいいのかっていうところなんですけども、これがめちゃくちゃ簡単なんですよ。例えば、まずモバイルスイカを普段から利用されている方ですね。この場合、普通であればまあスイカでっていう風にローソンのレジでお伝えすると思うんですが、そうではなくて、Apple Pay でお願いしますっていう風にお伝えします。もうこの画面の状態でお伝えしてください。そしたらですね、先ほどお伝えしたようにスイカで決済されるプラス、ポンタポイントの読み込みまでしてくれるということになります。なので、いちいちポイントカードを見せずとも、もうこの Apple Pay でお願いしますっていう風に伝えれば大丈夫ということですね。で、今回のキャンペーンに乗っかると、10% 分のポンタポイントが還元されると。で、他にもですね、まあ、ID 決済、こちらは Visa、LINE Pay、クレジットカードで設定してる ID 決済なんですけども、通常であれば ID でお願いしますっていう風にレジでお伝えすると思うんですが、そうではなくて、Apple Pay でお願いしますっていう風にお伝えすれば、ID 決済プラスポンタポイントの読み込みまで同時に1回で行ってくれるっていう感じなんですよ。で、最後にですね、こちらは最近ね、僕が入手しました au Pay カードなんですけども、まあ、この場合であれば、月ペイで、間違えた、クイックペイでお願いしますという風に伝えると思うんですが、そうではなくて Apple Pay でお願いしますという風にお伝えすれば、クイックペイ決済プラスポンタポイントの読み込みを同時に1回で行ってくれるっていうところがかなり便利なところなんですよね。で、ちょっと冒頭でも映像流れたと思うんですが、実際にどんな風な感じになるのかっていうところで、もう一度僕が実践している動画を見ていただければと思います。どうぞ。ということで、実際の映像でございました。ほんとね、Apple Pay でっていう風にお伝えすれば、あんな感じに ID 決済プラス、まあ、先ほどは D ポイントカードだったんですけども、ポンタポイントであればちょっと違う音が鳴ります。確か PP っていう音が鳴る気がするんですけども、まあ実際はあんな感じですよっていう風に思っていただければ大丈夫です。で、今回のこのキャンペーンなんですけども、こんな人向けですよっていうことで僕の方で4つにまとめてみました。まあざっとお伝えしたいと思うんですが、まずは iPhone ユーザーということですね。まあ当たり前なんですけども、Apple Pay対応していることで、対応しているデバイスというのは決まってます。 iPhone 6以降のデバイス SE 含むということで、 iPhone SE の第2世代だったりとか、まあ iPhone 11とか、まあそういったものが対応ですよと。あと Apple Watch も一応できます。 Apple Watch のシリーズ1以降のデバイスですね、それであれば対象ですよと。で、一応ですね、 iOS のバージョンとか WatchOS のバージョンというのをしっかりと確認しておいてください。で、次に日常で ID 決済とかクイックペイとかモバイルスイカを利用されている方ということですね。まあこういった方結構多いのかなと思います。まあ、ぶっちゃけね、ほんとスイカとかで決済するとマジで早いんですよね。なので、Apple Pay でっていう風に言えば、期間中はね、10% 還元もらうことができるので、まあ日常でこれらを使っている方はおすすめですよと。そして次に、au Pay を利用してない方向けということですね。まあこれはね、先ほどお伝えしたように、ほとんど同じ期間中に、こちらのキャンペーン、ローソンで au Pay で決済したら 20% 還元キャンペーンっていうのが3月22日まで開催がされていますので、au Pay を利用されている方は、この期間中はこっちの方がかなりお得ですので、優先的に使っていただいてもいいかなと思います。なので、無理に Apple Pay での決済は使う必要はないのかなというふうに思います。ちなみにですね、こちらの動画少し前にアップしてるんですけども、2、3月 au Pay ローソン 20% 還元のキャンペーンについて解説してる動画ありますんで、こちらも見ていただければと思います。で、最後4つ目は V ポイント 20% 増量に参加された方ということですね。まあ、それがこちらなんですけども、こちらもね、少し前動画でも解説してるんですが、V ポイントアプリにチャージをしたら 20% 増量キャンペーンということなんですが、まあ、このキャンペーンで、その V ポイントの残高が 20% 増えた方ってかなりいらっしゃるのかなと思うんですけども、その残高の消費で Apple Pay で決済をされる方であれば、かなり消化はしやすくお得なのかなというふうに思います。まあ、V ポイントアプリであれば、ID 決済ができるので、ID の画面を見せるときに Apple Pay でお願いしますっていうふうにお伝えすれば、タントンって音が鳴った後に PP って音が鳴ると思うんで、その方法で決済すればいいのかなというふうに思います。まあ、そんなこんなで今回はかなり簡単ではありましたけども、エントリーしてローソンで iPhone等をタッチして Apple Pay で決済したらポンタポイント 10% 還元キャンペーンについて簡単ではありましたけどもお伝えさせていただきました。まあ、今回のこのキャンペーンに関しては先ほどもお伝えしたように同時開催で au Pay が 20% 還元キャンペーンやってるんで、もし au Pay の残高が残ってる方はそちらを優先的に使ってもいいと思いますし、 au Pay なんか使ってませんよという方がいらっしゃったら、この Apple Pay のキャンペーンに参加する程度がいいのかなというふうに思います。まあ、先ほどもお伝えしたようにこちらのキャンペーンエントリーが必要となってますんで、一応下の概要欄にリンク貼っておきますんで、詳細気になる方はぜひチェックしてみてくださいということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。まあ、昨日ね、
アップした D 払い本人確認激ムズな件についてということで動画をアップさせていただきまして、まあそれについてたくさんのコメント本当にありがとうございました。まあちょっとお返事は全然できてないんですけども、すべて目を通させていただきまして、まあかなりね、コメントを拝見させていただく限り、僕と同じように、まあ、苦戦された方っていうのはかなり目立った印象ではございました。で、そこでなんですけども、なんと、無事にですね、オンラインでの申請ができちゃったんですよね。まあですけども、まだ審査待ちの状態でございます。まあちょっとね、左上にも出てる通り、16時32分、お申し込み完了ということで、とりあえず数日から10日程度かかるということではあったんですけども、なんとかね、オンラインで本人確認を申し込むことができました。で、今回僕がね、なんでここまでできたのかっていうところなんですけども、今回大きく2点ありまして、それがこちら、とにかく部屋を明るくするということと、あとはマイナンバーカードで申請したっていう感じなんですよ。で、重要かなと思ったのは、まあ皆様のコメント拝見させていただいて、部屋を明るくするっていうところは今回重要だったポイントかなっていうふうに個人的に思いまして、まあ理由としたらですね、この画面の時に、ちょっと、まあ日が当たる方向、明るい方向に向かって、ちょっと言い方が難しいんですけども、自分が明るく映るような時に角度を変えたら、この画面から画面が切り替わって、で、顔を傾けてくださいとか、そういったミッションの画面に切り替わったんですよ。だったので、マイナンバーカードだったからというわけではなくて、おそらく部屋を明るくしたっていうところが、もしかしたら良かったのかなっていうふうに思いました。まあ、ですけども分かりませんよ。たまたま僕がそれでうまくいったのかもしれないんですけども、もし、まだオンラインで本人確認をされてない方いらっしゃったら、こういった方法で試してみてもいいのかなというふうに思います。まあ、ですけども、それでうまくいくかどうかっていうのはちょっと僕もよく分かりません。なのでね、あとはとにかく審査が通るのを待つのみということで、とりあえず申請ができたことに僕はほっとしちゃってるんですけども、まああとはね、数日また待つか、10日まで待って、で、審査が通ったかどうかはね、また動画のおまけであったりとか、まあツイッターか何らかでご報告をさせていただきたいと思います。ほんとね、励みになるコメントであったりとか、ご参考になるコメントもありまして、皆様には大変感謝しております。ということで、本日はありがとうございました。